こんにちは。ちょっすみません、お待たせしました。ごめんなさい、急に始めちゃってね。ちょっと申し訳ないです。テロップどうしようかな。これでいいかな。はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやります。はい、今日はとりあえず30分ぐらいねやろうと思うんだけど、まずはなんだ、昨日のチームエイトの雫公演ありがとうございました。まあオンデマとか VR とか、まあ普通に劇場に見に来てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ今年初のチームエイト公演だったので、いやだったのでって言ったら違うんだけど、今年初のチームエイト公演でした。楽しかったです。そしてね、昨日は夜に AKB48 グループの歌唱力決定戦の放送がありました。私はその2日目の方で放送されたんですけど、まあ結果から言うと、まあ本戦に予選は突破できなかったんだけど、そう、でもその2日目の予選では7位という順位をいただきました。まあ去年と比べるもんではないとは思うんだけど、去年よりも順位が上がってて、そう嬉しかったですね。でもそう、まあ悔しい気持ちもねあるにはあるんだけど、まあでも自分で聞いてね、結構ああ今年はこんな感じだったかと思って、まあまあでもなんて言うんだろうな、また歌もっと頑張りたいなとは思いました、すごく。はい、ただね、私以上にファンの方が悔しがってるのを見てね、優しいなって思いました。そう。
まあ、なんだろうね。難しい。歌唱力のこと話そうと思ったけど、いざ話そうとなるとね、何話せばいいか全然わかんないですね。そう。でもやっぱなかなかこういう時じゃないとあんまり歌唱じゃないな、歌を聴いてもらうことってそんなにないから、そうそう、またね、皆さんにこうやって聴いていただけたのはとっても良かったなと思いますね。もし今回の歌唱力で 気になった方いらっしゃったら、ぜひミュージカル「ジョン・マイ・ラブ」の東京公演見に来てくださいっていう宣伝したいな ちょっとね、決勝行けたらちょっとその宣伝したかったけどね 決勝じゃない、本戦行けたらその宣伝してもよかったなと思うんだけど、そうそう まあでも一応もし気になってツイッターとか見てくださったら、鍵じゃない、なんだ、固定ツイートにはしてるから。そうそう。まあでも、今年も自分の、なんだっけ。なんか、自分の力をちゃんと出し切ったかなとは思いましたね。なんかまあそりゃ喉の調子悪いとか、まあ、練習不足とかそういうのはあったとしても、まあ今年の私の歌はこれだっていうのが届けられたような気がしてますね。はい。あ、歌うまかったです。ありがとうございます。だからね、参加してよかったなって思いました。ちょうど歌唱力のことやってる時とか、結構違う、歌唱力のそのなんだ、立候補者募集してますっていう時、私バタバタして全然知らなくて、そういうのがあるのを最初は。でも気がついたらもう、なんだっけ、立候補者の名前出てて、あ、やばいと思って、もしかしてタイミング逃したかなと思ったら、私ハッツに教えてもらったんだっけかな、そう、ハッツに教えてもらって、なんかちょうどハッツにそのユニット戦一緒にやらないっていう風にお誘い受けて、あ、やりたいっつって、今年ユニット戦あるんだみたいな感じで思ってたんだけど、そしたら個人戦はもう参加できないのかなと思ったら、ハッツがまだ募集してるよって言ってくれたから、そうそう、だからね、普通に教えてくれてハッツありがとう、昨日もね連絡くれてありがとうね、ハッツはもう、ハッツは大好きだ。でもそう、やっぱ自分なりにも今までで一番歌と向き合ってきたと思うんで、まあこれからも向き合って、
ちょっとずつレベルアップできたらいいなと思ってますね。メイク済み？全くメイクしてない。そう、今日お話し会なんですけど、一つ皆様に先に言わせていただきたいことがあるんですけど、ごめんなさい、今日はね、全く新しい服じゃないです。もうね、服を買いに行く時間がなくて、全然、そう、もうバタバタしちゃって、気がついたらもうこんな時になってて、まあ、なるべくあんま着たことない服にはしようと思ってるんだけど、既視感あるなっていう服着てますんで、ちょっとそれだけ知っていただけたらして、はい、お願いします 生まれたて状態。いや、生まれたてではないよ。眉毛整えてるから生まれたてではないね。そういう問題じゃないけど。いや、でも見たことあるかもって言ってたけど、あれは見たことないか。ないわ。ごめんなさい。大丈夫でした。どっちやねんって思うけど。まあ、でも今日着る服は、そうだな、割と多分、だいぶラフな感じだと思うんで。一回みんなの前で着たかもって思ったら、あれ着てなかったわ。じゃあもう解決ですね 解決。まあでもだいぶラフな格好だと思うから、ちょっとそれだけ許してっていう感じなんですけど、いや別にラフが悪いわけじゃないんだけど、やっぱせっかくだったらね、おめかししたいでしょ、こういう時は。ただ超ラフだよっていう。まあ、ただ明日はね、明日は Perfume Closet さんのお洋服を着るので、楽しみにしててくれよな。あえて自らの生誕 T シャツでお話し会に臨むというのもありです。確かに。そう、生誕祭の日に自分の生誕 T 着てくればよかったって、あれ結構後悔してるんだよね。まあ、一回そういう会挟むのもね、いいっちゃいいんだよね。そうそう。今日はね、お昼ご飯食べたらデザートにワッフル食べようと思ってて、なんかご褒美、自分にちょっとご褒美あげたくなりました。私毎回ご褒美あげてばっかだと思うんだけど、自分にちょっとご褒美をあげたくなったんで、でそしたらね、鮭の塩焼きとか食べるんだけど、その後に急にワッフル食べるっていう、なんともミスマッチな感じになっちゃう もうすぐ食べ、ご飯食べ終わった後すぐ食べる予定だから、なかなか、なんか和からの急なようみたいな そう、急になんか 急に洋食になるみたいな、そんなことあるみたいな。
でもなんか前に外食した時にずっと和食ばっかだったんだけど、急にカレー出てきた時めっちゃびっくりした あ、ここって和食のお店、和食だけのお店じゃなかったんだって思いました。そっから急にね、なんかカレーとか普通にステーキとか洋食で初めて あれ、このお店って和食だけじゃなかったんだみたいな感じのことがあって、多分今日の私もまさにそんな感じ。昨日ね、そう、劇場公演でミスタードーナツの差し入れをいただいたんですけど、私取らなかったから今日はワッフル食べようかなーって思ってます。そう、期間限定のさ、ミスドの期間限定のあるじゃん、あれがあったらちょっと食べようかなって思ったんだけど、ちょっとなかったんで今回はいいやって思って、まあでも言うて昨日はね、お弁当めっちゃもりもり食べました。そう、だからそのドーナツ食べなかった代わりにお弁当をもりもり食べました。私は美味しかったよ、なんか豚肉の中華炒めみたいな、中華あんかけみたいなやつめっちゃ美味しかった。よいしょ。お菓子食べるのもいいけどね、それによってご飯があんま食べれなくなるのはちょっと嫌だから、なるべくご飯をねちゃんと食べたい。ルンバめっちゃ上手だったよ。あ、歌唱力かな、ありがとうございます。イエーイ でも嬉しいです、ほんとね。なんかまあほんとあと一歩、あと一歩って自分で言うなって思うんですけど そう、まあでもほんとにね、なんかちょっとはその今年1年ミュージカル頑張ってよかったなって思いましたね。まあきっと多分このあと今日お話し会で私のファンの方はね、いろいろ言ってくれるって言い方変なんですけど、多分いろいろ感想をね言ってくれると思うので楽しみにしてますね。最近ね、結構自分のね、なんか食べたい時、違う、最近ね食べたい時に食べようって思うようになった。まあその頻度がめっちゃ増えたんだけど、いや元からまあたまにちょっと、たまに贅沢っていう形違うんだけど、たまにちょっと贅沢しようかね 同じこと言ってる。たまにはまあちょっとぐらいいいよねみたいな時あったんだけど、最近いやもう食べたいなっていう時は食べようって思うようになって。そう、まあその頻度が増えましたんだけど、でもその頻度が増えたからこそ今日はちょっと健康志向にって思った日の、ずっとお店の紹介動画見てるのはやめた方がいいなって思いました。ちょっと自分のことが心配になっちゃう、正直。でもめっちゃ見ちゃうの、イタリアンとか中華とか、なんかカツ丼屋さんとかめっちゃ見ちゃうんですよ。カツ丼食べたいっていうか、とんかつが食べたい。とんかつもうしばらく食べてないです。そう、もう1回でいいから、もう何も気にせずに豚バラ肉をめっちゃ食べたい私は。そう、豚バラ肉ってねめっちゃ美味しいじゃん、脂が。もう豚バラ肉大好きなんだけど、ただやっぱね、豚バラ肉を食べるとマジで脂質過剰摂取になるから、あんま食べないようにしてるんですよ。ただね、めっちゃ好きなんだ豚バラは。だからね、たまに食べたくなっちゃうんですよ。なんかもう思うがまま食べたいなって、
いう時がね結構あります。でもちょっとその勇気がね出ません。そう、まあ、普段結構豚ヒレ肉とか豚もも肉を食べることが多くて、そう、まあ、それも美味しくて好きなんですけど、なんかだからこそたまに食べるめっちゃし脂っこいものがねすごい幸せに感じるようになりますね。皆さん今日のお昼ご飯は何ですか？私鮭。今日は銀鮭の方です。僕は逆でたまに食べるヘルシーなものがべらぼうにうまいです。おお。じゃあ普段はそっか、結構脂っこいものとかが多いんですかね。でもやっぱさ、普段なかなか食べなくてたまに食べたらさ、なんかほっとしたりとか、ほっとしたり、まあそれは食べ物にもよるけど、ほっとしたりとか美味しいって感じることってありますよね。パスタ、目玉焼きとハンバーグ、ああ、目玉焼きとハンバーグって最高の組み合わせじゃない？え、ハンバーグの上に乗せたりする？それとも別々かな。私あの目玉焼き、あの半熟のねちょっととろっとしたやつ乗ってたらもうね悲鳴あげる、最高すぎて。それをねご飯の上に乗せて食べるとかねやってますね。ココイチいいね。ココイチ、ココイチあんま行かないからな。まあんま行かないっていうかね、お店に行ったことがない、カレー屋さんに行くことがないから、そもそも行きたいな。ココイチお弁当で食べたことはあるんですけどね。そう、びっくりドンキーたまらん、わかる。一回なんだっけ、めっちゃチーズフェアみたいなのやった時にさ、あのびっくりドンキーなんかあのチーズのフライドポテトあってめっちゃ美味しかったけど、あの日マジ食べ過ぎてお腹痛くなりましたね。あとあれだ、そのなんジョッキパフェみたいなの出るじゃん、私いちごのが食べたくて、去年食べようと思ったらね期間終わっちゃってたから、今年こそ食べたいんだよね。あれ食べに行く機会あるかわかんないけど、あれ食べたいのよ。エビサラダ食べました。
いいね、エビサラダ。エビって美味しいよね。私は好き、エビ。ね、ていうか海鮮系は好きですね。あんま苦手なものないと思ったけど、まあ食べたことないものもあるし、ウニはちょっと苦手ですね、まだ。まあ、あんま食べる機会もないしな。回転寿司行っても食べないしな。最近回転寿司行ってないからね。行きたいんだよね、回転寿司。そういえばね、卵順調に成長して今はキティちゃんの豆っちになってます。そして夏気度が結構いいですね。多分そろそろこの子もお腹すくんじゃないかな。そんな空いてない。この子のね、好きな食べ物知りたいんだけどな。なんか豆っちは豆大福好きみたいなイメージあったんだけどね。でも豆大福売ってないんだよね、お菓子コーナーに。そう、彼はね、豆大福好きなイメージあったんだけどな。海鮮系の生か焼きかどっちかってことかな。私、最近はね、焼き芋好きになったけど、まあ塾の意味がそれであったのかわからないんやけど、でも結構やっぱお刺身とか生も好きですね。生って言い方で合ってんのかわかんないんだけどさ。でも最初にね、お魚食べられるようになったのは刺身。食べられるようになったら違うな、食べれてはいたんだけど、好きになったのはお刺身だったかな。で、まあそっから焼きも好きになったって感じです。うん、初見さんありがとうございます。はい、それじゃあちょっと30分経ちましたので、今日はここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと夜はね、配信できるかちょっとわかんないから、またもしできそうだったら配信するし、ちょっと何もお知らせなかったら今日はないんだなって思っていただけたら嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から。13位、飯田裕之さん。12位、まゆさん。11位、川端慎二さん。10位、ソランさん。9位が、マサナオさんか。8位、ルイちゃん。7位、トモさん。6位、父ちゃんは置いてくよ、なんでやねん なるほどね。で、5位は夏目さん。4位、マモさん。3位、ロミツさん。2位、 TKHKG さん。1位が玉国さんでした。それじゃあまたね。あ、感動ありがとうございます。じゃあ今日はオンライン話し会楽しむぞ。またねー。